出発！私に任せて。どこに行くの？私だけよく野良猫にスリスリされるみたい。理由はわからないけど。今日は何か面白いことあるかな。出発！今日は何か面白いことあるかな。出発！今週の宿題はまだ提出してなかったっけ。今日は何か面白いことあるかな。セナリア、必ず任務をクリアするよ。稲妻、準備完了。平和が一番。次はブラブラする？それとも息抜きと。何か面白いことあるかな。
今日は何か面白いことあるかな。絶妙な発明を思いつ、今日は何か面白いことあるかな。出発。少しブラブラしよう。今日は何か面白いことあるかな。今週の宿題はまだ提出してなかったっけ。今日は何か面白いことあるかな。晴れの日は高いところで歌いたくなるよ。
し行こ。聞いてくれてありがとう。今の演奏が君を楽しい気分にすることができてたらいいな。あなたがここで素敵な朝、昼、夜を過ごせますように。え？すみません、24時間営業という意味じゃないんです。ぜひスイートテイストの新メニュー、英語フラクの愛を食べてみてください。スイーツかって？だからラズベリーを入れたムースケーキですよ。え？お父さん。いえ、あの男は荒々しい孤独の獣です。あの狂った血を受け継いでるなんて私は認めませんから。いつか私はグルメ界の頂点に立ち、殿堂入りしてあの男の全てを否定してやりますよ。ちなみにあなたもスイートテイストのメニューは豆味缶よりも美味しいって思ってますよね？ね？すみません、またいらしてくだ。今日は何か面白い。何か面白いことあるかな。こんにちは、大岡市立安価図書館へようこそ。私はここの階段申し訳ございません、しばしお待ちください。私はここの相談アシスタント、安記3762です。こんにちは、大岡市立。こんにちは、大岡市。はい、それでは読書の時間をお楽しみください。おーなみこなみ、ぐるっと回ってにゃんこの目。今日は何か面白いことあるかな。晴れの日は高いところで歌いたくなるよ。